肉が食いたくてということで、まあ急遽ね、生姜焼きを食べたくてね、近くの豚丸食堂さんに行ってきたんですが、あ、結構ね、こういう臨時休業とか、Google マップにはお店があるけど実はもうやってませんとか、はい、結構困ることがありますということで、今回はすぐ近くのお店に行くことにしてみました。はい、ということで改めまして、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は水戸市にありますだるま二郎さんに行ってきました。今回が2回目になります。まあ、何もね、情報ないまんま、2回目の、入店なんですけど、なんとスタミナ冷やしがありましたんで、早速ねだるま二郎さんの、スタミナラーメンを食べることにしました。スタミナだるま大、麺 300g 980円税込みになります。茨城の B 級グルメのスタミナラーメンといえばレバーなんですが、こちらでは豚バラでスタミナラーメンをね、アレンジしたみたいです。また、太麺なので、太麺のスタミナラーメンを食べたい方にはいいかもしれません。油飯300円税込みになります。まあ、頼んだ後に思ったんですが、スタミナを大で頼んでるんで余計だったなと、はい、改めて思いました。
今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。気になる方はぜひ行ってみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。